こんにちは、たくみです。Hello. How are you today? I'm fine. Oh, you good? Very good. So, do you know where we go now? Oh, have you been to Korea? No. Oh, okay. It's good. You are first time here. Then, let's do it right now. Okay. Yes.ということで、作業用のエプロンをおーちゃんがつけますね。エプロン、こんな感じで、やっぱり異国感めちゃめちゃ出てます。エプロンの種類も全然日本のものとは違いますね。 So, you ready? They ready for your clothes? そしてこの服ですね。生着替えを見てみたい。めちゃめちゃ可愛いです。あ、そしてもう豪快に生着替えですね。服の上からガンガンいってます。そして上の服、あ、これも可愛い、めちゃめちゃ楽しいデートになってきました。上の服こんな感じですね。裸エプロンとはいきませんが、超激可愛いエプロンです。上はこんな感じ、下もこんな感じで超かわいい格好になりました。いや、いいですね。まさかのいきなり冬季体験になるとは思いませんでした。ここは素焼きですね。素焼きでも、モン族伝統の素焼きだと思います。この島に移り住んだモン族の方たちが、そのまま現地で使っていた技術を使うんだと思います。せっかくなので素焼きの工場奥の方までちょっと見せてもらいましょう。こっちはもう、謎のレトロ感が出てます、やっぱり焼き物が多いですね。そしてこっちも焼き上がりのものだったり、奥に、社もありますね。タイの仏教のお社だと思います。そしてこんな感じですね。いや、すごい雰囲気があるところですね。このお母さんがこんな風に粘土を混ぜベースの粘土の量を調整したりしてくれてますね。あと型作りもしてくれたりしてます。このお母さんも多分何十年もやってるんでしょうね。雰囲気が出てて、もう仕事やるのに必死というより話すついでに適当に仕事をしているかも慣れている感が出ていますね。そしてこっちのおじさんもまた雰囲気があります。おーちゃんもすでに実践しています。いや、やっている姿もめちゃめちゃ可愛いです。微笑みも可愛いし、この真剣な眼差しがまた可愛いですね。濡れているものをずっと支えてくれる姿も可愛いです。いや、こんな時間も本当に幸せですね。今日の今日でまさかのこんな展開になるとは思ってませんでしたね。クレットと行ってちょっと散歩するぐらいになるだけかなと思ったら、いきなり焼き物体験です。 Oh, it's good? It's good? OK めちゃめちゃ可愛い笑顔ですうまくいってると言ったんですけど、この回り方うまくいってるようには見えません。はい、ということでもう手がうにょうにょ動いてますちょっと曲がってしまったみたいだいぶ、これはもうおもちゃも笑けてきてしまってますね。でもだいぶ、コツを教えてもらいながら優しい手つきで優しく撫でてると綺麗な形になっていくと思います。自然と喘ぎ声も漏れてますね。いや、可愛いですね。そして手を添えてもらって優しく、教えてもらってます。いや、これはだんだん見た目もエロくなってきてますねいや、いいですね。またこの笑顔が最高です。ということで、もうだいぶ形になってきました。一気に器っぽい形になってきています。いや、おーちゃんもすごい楽しんでくれてるみたいで嬉しいですね。いきなりの焼き物体験です。それにしてもこの子、
超クールビューティーかと思ったら笑顔がめちゃめちゃ可愛いですね。ちょっとクスッと笑ってるような、いわゆる微笑みというんですかね。そして今模様付けをしているんですかね。いやー、これ僕教える側のこの男性になりたいです。こんな可愛いおうちゃんに手取り教えられるのは最高ですね。初めてこの子のおどおどというか、初めてでまごまごしている姿を見れた気がしますね。いや、可愛い表情をしてますね。いや、超楽しくなってきています。そして完成形なんですけど、何やら歪ませてますね。おーちゃん自身もだいぶ緊張してると思う。形を作ってるんですね、最終形です。そして背景とかもやっぱりIt's very good。 背景もすごい雰囲気があるし、何よりやっぱメインのこの女の子が超激カワだと何でも絵になりますね。体型のこの向上感、体感、全てが相まって最高のデートになっています。そして出来上がりを CD の上に寄せて完成です。わー、It's very good。 Can I shoot a little bit?そして今真横を通った時、激いい匂いが漂ってきました。この子もうめちゃめちゃいい匂いがします。女の子のちょっと華やかな可愛い匂いでしたね。あ、いや、これまさかのもう焼きです。焼きに入ってます。バーナーで焼いてますね。すごい色の炎が出てます。いや、待ってください、すいません。青い炎出ていると思ったんですけど、ボケてました。これただの 3D の反射の光でしたね。いや、 3D good。 そして鶏が普通に歩いています。コークレットとすごい雰囲気がありますね。そして今何かを描いてるんですけど、この子のうなじもめちゃめちゃ綺麗です。スッと通った首筋と黒い綺麗な黒髪、最高ですね。すごい綺麗です。そしてこの真剣な眼差し、めちゃめちゃ集中して描いています。はい、ということで装飾が終わりましたね。はい、ということで素焼き体験たったの100バーツでした。めちゃめちゃいい体験でしたね。 So how was that one?It was good? Yeah, but you just make me tired. Okay. But it's too hot. Too hot? Okay. No, hot. It's hot. Okay. Are you first time to make a ceramic? Yeah. Really? Yeah, okay. And it was hot. Oh, that's good. そしてガネーシャの像もあったんですけど、ここにもヒンドゥー教の祠というんですかね。これがありますね。ということで、いきなりの素焼き教室だったんですけど。Oh, be careful.Yeah. Mm-hmm. Can I explain about this island? Yeah. This island is actually just a, it was just Chao Phraya River. The government cut the Chao Phraya River and made an island. It's from the natural. You think natural? Yeah, it's from natural. Okay. Yeah. Oh, okay. ということで意外な答えが返ってきました。It's not from government cut the river. Really? Okay. Yeah. ちょっと調べたんですけど、おーちゃんは、ここはカットされたところじゃなくて、自然にできた島だと言っていますね。いや、でもそういうことにしておきましょう。詳しい旅番組じゃないので、楽しいのが一番ですね。まもなく Thank you very much for come today。自転車で2人乗りの密着デートです。